あのもじもじとしとったカンペちゃんが成長したな。ってことで、さっき受けたあの依頼を解決していこうじゃないの。はい、この子ね。合成ができるようになるのかな、これで。ナビを開始しました。目的地を目指そう。ということで、目的地はあっちの方や。あ、ここ階段あるけん。よし。んで、どの辺、あ、ちょっと待って。虎の檻が邪魔。そうそう、教会に行くって言ったっけ、そういえば。教会何回か見たことはあるんやけど、中には入ったことなかったけんね。なんかさ、山の方になかったっけ。お、ハテナだぞ。これは、妖怪かな？気まぐれゲートかな？ちょ、待ってね。もうちょっとこっち？この辺か。さあ、どこだ？出てこい。あ、あ、気まぐれゲートっぽい。あ、来たぞ。よっしゃー。気まぐれゲートを見つけた。よーし、入ってみよう。気まぐれゲートの中に入りますか。入る。何これ。ニャーキービー劇場ステージ、修羅の間、強敵を一体倒せ。強敵やって、あれ倒せるん。何、どういうやつあいつ。よく見えないんだけど。不快。最高のショーにようこそ。さあ始めるわよ。おい、え、恐ろしいんだけど。バトルスタート。これ私さ、ペラペライオンの体力やべえんだけど。ちょっと待ってね。体力、体力そこそこ回復。じゃあこれをペラペライオン、そしてちょっと狙っとこうか。狙う。痛い。あ、全然効いてなくね、あれね。やばいよね。超早い。必殺技、必殺技壊せな。マジか。え、なんか次々とやられていくんだけど。え、強敵とはいえこんなになの。マジか。本当に強敵だな。強えな。倒せるのこいつは。チャージ完了。うわ、完了したのに。完了したのに全然なんだけど。え、やばくね。やばくね。さっきからさ、チャージ完了するたんびにやられるんだけど。やべえ。ブラスター、ブラスターを使う暇すら与えてくれない。強っ。やだ、不甲斐ないわね。不甲斐の戦いだったわ。出直してきなさい。勝てねえ。気まぐれゲートから出ます。クリアせずに外に出ますか。しょうがないでしょう。あー、せっかく見つけた気まぐれゲートがどこから出てきた。え、教会は一体どこへ。なんかいつも出口全然違う場所よね。これは教会への道は遠のいたんじゃないのか。ちょ、待ってね。あ、教会あっこや、あっこ。あったあった。イエーイ。はい、到着。どうもどうも、神父さん？トーマス。おー、迷える子羊たちよ。何かご用でございますか？あの、俺たちちょっと聞きたいことが。言わなくても大丈夫です。すべてわかっております。そう、
妖怪の合成について知りたいんでしょ？うん！本当にここでできるんだ。では早速始めましょう。どうしたんですか？と言いたいとこですが、妖怪もアイテムも合成できる組み合わせがあります。お、カンペちゃんを合成するためには、カラミゾンという妖怪が必要です。カラミゾン。ではその妖怪を連れてきましょう。カラミゾンはどこにいるんでびす？確か、カラミゾンはサウスモノ地区の小夏住宅街にある、バーベキューガーデンと呼ばれる路地裏に現れると聞いたことがあります。ういっすー！おう、小夏住宅街といえばケイタ君の家のあたり。早速探しに行きましょう。お待ちください。大切なことを忘れてました。バトルの時、カラミゾンにスイーツをあげてみてください。好物をあげたら、すぐに友達になれるかもしれません。スイーツはサウスモンドスクールのカフェテリアに売っています。なるほど。それでは準備していってみましょう。スイーツぐらい多分持ってるよね。持ち物。で、多分この辺あげれば大丈夫やろ。スイーツ。オッケーオッケー。おーし、じゃあ行こう。バーベキューガーデン？小夏。ちょっと待ってね、住宅街の方ね、サウスモンド地区。あ、時計屋でさ、まだランクアップできんのかな。今ウォッチランク D なんやけど、何かしらイベントが発生せんとできんねやろうか。あ、マーク出とるやん。いらっしゃいませ。これはこれは、いらっしゃいませ。そろそろ来る頃だと思っていましたよ。お使いの妖怪ウォッチを強化したいんですね。お、できる？かしこまりました。少々お待ちを。と言いたいところですが、その前に話をしてもよろしいですかな？ C ランクへの挑戦。ウォッチランクアップの前に君の実力を試させてもらう。指定された3体に妖怪を倒せ。この流れ、お約束って感じ？このクエストを、じゃあ受けよう。話って何ですか？受かりました。また買い物に行ってきてほしいんですね。もう、それくらいパパーっと行ってきちゃいますよ。それは頼もしいですな。でも今回はそうではなく、君の力を試したいのですよ。力を試す？そう。強化した妖怪ウォッチを使いこなせるかどうか知りたいのです。使いこなせないのに強化しても強い妖怪に襲われてしまいますから。マックボッチャのお友達を危険な目に遭わせられませんからな。ちょっとした試験みたいなものですよ。でも試験で危険な目に遭わせるんでしょ？確かにその通りですね。試験って何をすればいいの？難しいことではありませんよ。ある妖怪を倒してくるだけですから。倒してほしいのは、サウスモンド地区の路地裏にいる肉焼き、ノースピスタ地区の路地裏にいる案の定と、イーストカシュー地区の路地裏にいるイーセンイッテルの3匹です。イーセンイッテル。君の力試しをするにはちょうどいい相手でしょうから。全部倒すことができたら、妖怪ウォッチを強化して差し上げますよ。分かったよ。そうそう、指定の3匹ですが、そこらにいる妖怪とは少し違いますよ。同じ妖怪に見えても、他とは違って少々手強い相手でして、どっしりと構えているはずですから、見ればすぐにわかると思いますよ。オッケー。行きますよ。さあ、ケイタ君、早く倒しに行きましょう、ウィス。C ランクへの挑戦発生。クエストメニューを確認しよう。ナビはちょっと後からで。よし、じゃあとりあえずは、最初に行く場所は石やね。住宅街やけん。え、待って、この辺やったっけ？あ、サウスモンド地区か。この横や。ちょっと待ってね。こう渡って。ああ、危ねえ。ここの、あ、今何かしら反応したぞ。この辺に。何もない。ちょ、待って、もうちょっと近くへ。こっちの方、あれ？遠ざかった？こっちの方か。あれ？どこだ？こっちの方ってこと？この辺やん。この茂みが怪しいと思ったんやけど、何も怪しくなかった。どこだ？あ、この辺やん、やっぱり。何あれ？妖怪？
お、謎の盾札を見つけた。この妖怪誰だ。無駄のない美しいフォルム、さまざまな機能が追加された未来のロボット。ドラえもんやね。いや、わからない。全くわからない。わかりません。それに見合ったような妖怪が、そのうち現れたら、そのうち現れてわかったら、やるよ。コナッツ街の、バーベキューガーデンって言ったよね。どこ？なんか特に入っていけそうな横道ないんやけど。あ、あの辺入っていけるんやない。あれ、向こうから行かんといかんのか。あ、待って、こっち。こっちでもなんか行けそうなとこあるよ、一箇所。ほらほら、ここ入っていけるやろ。お、バーベキューガーデン来たー。何がいるんやったっけ？辛味ゾンや。辛味ゾン。なにこれ？辛味ゾン。これ？お、あっとるあっとる。スイーツがいるんよね。ってことで、とりあえず、狙うをして、アイテムで、スイーツ、相手に使う。どう？いいんじゃない？やったね。さあ、みんなどんどんやっつけて、やっつけて。ちょっと今技が使えんけんさ。ほっといてよ。やさぐれとる、やさぐれとる。あ、これはもう、技は関係ないね。処理。イェーイ。仲間になってくれた？いいんじゃない？って言ったけどさっき。来いよ、辛味ゾン。来たー！倒した辛味ゾンが近づいてきた。ミゾン、君のこと気に入っちゃった。絡んでみる見る？辛味ゾンと友達になりますか？なんかすごい不気味だな。友達になる。辛味ゾンと友達になった。辛味ゾンって言うんやね。発音。ニックネームはいらない。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。声かわいいね、この子。おーし、それじゃあ、こっちから抜けれるん。じゃあ、こっちから抜けよう。おし、間違えた。そして、さあ、向かうぞ、教会へ。楽しみやね。もともと見た目可愛い感じやったけど。それがどういう風になるんか。連れてきてよー。トーマスやったっけ？トーマスさん。おー、迷える子羊たちを、辛味ゾンを導いてくださったのですね。これでカンペちゃんと辛味ゾンをガチコーンと合成できます。他にも合成できる妖怪やアイテムを手に入れたら来てください。やりましたね。ケータ君。さあ、カンペちゃんとカラミゾンをガチコーンと合成しちゃいましょう。ほら、元が可愛いよ。ん？リス？なになに？合成が終わったらサーカステントに案内してあげましょう。って、それくらい自分で言いましょうよ。え、友達じゃなくなるとかそういうことは。あるのもしや。無茶ぶりっ子を連れサーカステントに行こう。お、無茶ぶりっ子になったんや。カンペちゃんから。無茶ぶりっ子。見た目が見えない。まあ、とりあえず、サーカステントへ連れて行ってあげようじゃないの。はい、サーカステント着いたよ。無茶ぶりをするのね。連れてきたけど。え、どこへ行けばよろしいの？あの中？中とか入れなくね？ね、連れてきたってば。連れてきたんすけど。ほら、そこを、もっと腰にひねりを加えて。そう。どうすればいいの、これ。もしかして裏から入れるとかそういうのは。
いやでも裏とか別に何もないんだけど、あの サーカステント来ましたけど、裏口とかないよな。え、なんだ、どうすればいいんだ。あ、ここから入れる。いや入れませんけど入れませんけど、何か、どうすればいいんだろう。話しかけれない。誰かこっちを向いてね。ここからどうすればいいの、この子。無茶ぶりっ子連れてきましたよ。妖怪メダル？いや関係ないよね。クエスト、これでしょ。無茶ぶりっ子を連れサーカステントに行こう。かっこ昼の間だけ。もしや今昼じゃないとか。え、そういうこと。今時間は、え、昼間ですけど。どういうことだよ。サーチ、いや関係ねえ。え、無茶ぶりっ子連れ、もしや連れてきてない。え、でも目的地がここになっとるよね。え、合成してないとかそういう。え、もしや合成してない？ちょっと待って、大辞典。妖怪大辞典で、カンペ。カンペちゃん。え、やっぱりもしや無茶ぶりっ子いない？あ、いないかもしれない、これ。あー、もうあれでイベント上普通に、できたんかと思っとった。できてないんやん。ちょ、待ってくれ。合成をしに戻らねば。もう、ちゃんとさ、あれで合成できとけよ。はい、到着。おお。前より子羊よ。さ、求めし者を答えなさい。合成する。合成に使用するメダルアイテム、メダルやアイテムを選択しましょう。カンペちゃん。カンペちゃんと、はい。カラミゾン。合成します。では始めます。3、2、1、巨峰！巨峰って。どう？あ、かわいい！超かわいいんですけど。なんと、無茶ぶりっ子になった。無茶ぶりっ子にニックネームをつけません。無茶ぶりっ子の情報を妖怪大辞典に登録した。え、超かわいいんですけど。無茶ぶりっ子の妖怪メダルを手に入れた。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。いいね、いいね。他に何を求めるのですか？いや、いいよ、あとは。あなたにご家族ありますように。カンペちゃんも可愛かったけど、無茶ぶりっ子も超可愛い。そしてやっぱり無茶ぶりというだけあってあれだね。カンペちゃんに比べて、すごいなんていう、はっちゃけ感があるというか、明るい感じ。堂々としとる感があるよね。あの、もじもじとしとったカンペちゃんが、成長したなぁ。はい、到着。ありがとう。喋った。これであのサーカスさんはもっとビッグにできちゃうわ。どんなことをさせようかなぁ。あ、いっそサーカスをやめて移動遊園地にしちゃうってのはどう？ジェットコースターや観覧車を用意して、たくさんの街を移動していくの。そりゃ無茶ぶりすぎでしょ。無理やろ。って、そういう妖怪でしたね。サーカス団の人たち大丈夫かな？本当にありがとね。私を合成に連れてって、バッチリ解決。この子は仲間になったまんまなの？お見事！
ここに放置なの？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。